特集です。来月バーレーンで開幕する自動車レースの最高峰 F1 で7年ぶりに日本人ドライバーが戻ってきます。相模原出身20歳の角田裕毅選手がイタリアからリモートインタビューに答えてくれました。世界最高峰のモータースポーツフォーミュラワン F1、 世界各国を股にかけて行われるこの大会は70年の歴史を誇り、マシンの最高時速は300キロを超えます。これまで F1 に参戦した日本人ドライバーは19人、ただ優勝を飾った選手は誰もいません。小林カムイ選手以来7年ぶりに F1 の舞台に立つ日本人ドライバー角田裕毅選手、今の率直な気持ちを伺いました。結構皆さんにすごくやっぱり F1 のって、嬉しいでしょってかよく言われるんですけど、それよりも本当にほっとしたなっていう気持ちが大きいですね。僕がそのライセンス取るとこに近づいていった時に、やっぱり日本のファンの皆さんから大きな期待を寄せていただいたですし、レッドブルからもファンにステップアップする期待もいただいてましたし、ちょっとある程度プレッシャーはあったので、やっとスタートラインに立てたな、自分としてスタートラインに立てたなっていう気持ちが大きいです。このように話す角田選手ですが、それもそのはず、 F1 ドライバーは非常に狭き門を突破した選手にしかなれません。まず各国、日本でも行われている F4 と呼ばれる下部カテゴリーのレースで好成績を上げる必要があります。角田選手は2016年 FIA F4 選手権初挑戦でいきなり2位の好成績を上げると、本格参戦した翌年、岡山で行われた開幕第2戦。16歳で史上最年少優勝を果たし、一躍脚光を浴びます。その後、国内で数多くの大会を制し、活動の舞台を海外に移した角田選手。原点について尋ねると、思い出に残ったのはやっぱり中井インターサーキットっていうゴーカート場で、そこで初めてカートをして、そこがきっかけでレース人生を歩んだので、僕は本当に思い出のあるところでしたらやっぱり中井インターサーキットかなと思います。中井インターサーキットは県西部東名秦野中井インターチェンジ近くにあるキッズカートやポケバイをメインにした5歳の子供から大人まで楽しめるサーキット場です。子供の頃の角田選手を知る人に話を伺うと、年がすごく小さかった、4歳5歳ぐらいの時期にちょうど僕ら重なって、僕らの子供も乗ってたって時期だったんですけど、おとなしくてちょっとおっとりしたっていうか、ひょうひょうとした感じの印象が残ってますね。負けず嫌いって言われて、でも負けず嫌いですね。負けて帰ってくると泣いてます。泣いてました。日本では圧倒的な強さを誇った角田選手でしたが、海外で初めて挫折を経験しました。去年なんですけど、F1 の前が F2 で、 F2 戦っていく、シーズン序盤で結果としてあまり振らなくて、もちろんいろんなドライビングだったり、その周りある、マシンの、速さにも、ちょっと影響したりあったんですけど、その他にも、正直それまではちょっとうまくいってた部分もあって、言い方悪いですけど天狗になった部分もあって、それまでの、態度だったり、見つめ直した時に F1 ドライバーという目標を掲げる中で、その態度だったり、そのレースに対する思いがやっぱ弱かったなという思いがあって、そこから大きく自分を変えようという気持ちになって、そこから少しずつ成長だったり変われたりすることができたかなと思います。レースでの心構えが変わり、去年 F1 の一つ下のカテゴリー F2 でシーズン総合3位の成績を収めた角田選手、 F1 に乗るために必要なスーパーライセンスを取得しました。レース戦っていく上で、今大切にしていることはやっぱ人への感謝というか、今ここに立てているのも僕だけの力じゃないですし、ここまで、支えてくださった人たちや、ここまで成長させてくれた人たちに感謝を忘れずに日々過ごすことを今本当に大切にしています。感謝の気持ちを胸に秘め、いざ F1 の舞台へ。
TTK をご覧の皆さん、はじめまして、角田幸です。7年ぶりの F1 ドライバー、日本人 F1 ドライバーとして、皆さんの大きな期待を背負って、今年、自分らしく、攻めて、ミスを恐れずにシーズンを送っていければなと思います。まあ、目標としては、日本人初の優勝とチャンピオンなんですが、まずは1年目で、まだまだどうなるかわからないですけど、チームと協力して、シーズンを乗り越えられたなと思います、応援よろしくお願いいたします。世界の一流選手と戦っているだけあって、インタビューの受け答えが20歳とは思えないくらい堂々とされていましたよね。そんな海外を拠点に活躍している角田選手に食生活についても聞いてみました。基本的に海外の、まあ、僕的にはご飯は日本に比べてそんなにまあ、美味しくないとは言わないですけど、なかなか、まあ、僕は日本食のが好きなので、もう絶対寿司ですね。お寿司か、お寿司と、僕結構もつ鍋好きなんですけど、はい、僕もつ鍋とお寿司ですね、帰ってきて絶対食べるのは。はい、現在滞在しているイタリアのご飯は美味しく食べられているそうなんですが、もう一つの拠点となるイギリスの料理はあんまり口に合わないそうなんですよね。レースとは違った一面も見ることができました。角田選手が参戦する F1 シリーズ初戦はバーレーングランプリで、現地時間の来月3月26日から開催されます。